西林マ雄は、日本の外交官。2009年2月からキューバ中殺特命全権大使。2013年8月から2017年8月まで、ギリシャ中殺特命全権大使を務めた。東京都出身。東京教育大学附属駒場高等学校を経て、1975年、東京大学法学部を卒業後、外務省に入省した。私生活では、 キクコ夫人との間に一難かずめ。趣味は4歳から始めたバイオリン演奏、クラシック音楽鑑賞、ゴルフなど。バイオリン演奏は、これまでボストンなど認知で、アマチュア楽団に所属して取り組んでいるほか、2011年9月22日、キューバの首都ハバナで行われた、東日本大震災追悼コンサートでも演奏している、新清掃領事に、イコールに柴谷しますおし。 コロニア日経社会ニュース。2012年9月9日閲覧。閣議及び閣僚懇談会議辞録。総理大臣官邸。2017年9月11日閲覧。特別職国家公務員の最終職状況の公表について、外務省、キューバで震災追悼講演日本大使もバイオリン披露。共同通信。2012年9月9日閲覧。 ありがとうございます。